Thank you. Thank you all. こんにちは。こんにちは。私は原智彦と申します。ラーメンの一風堂という会社で働いています。今日はあの皆さんにラーメンのお話をしにき、えー、来たんですけど、ご飯食べてきましたか。<laughs> ちょっと最初にあのラーメンってあれこれ行く。 これってちょっとごめんなさいね。ちょっとその間に質問します。えー、ここ一年間でラーメンを食べて食べたことがないという方ちょっと手を挙げてみていただけますか。一年この一年ラーメンは食べてないよっていう方、あっと8人ですね。えー、この一週間でラーメンを食べたなっていう方は手を挙げてみてください。 おお結構いますね67人ぐらいですね <laughs> 今日私がお話しに来たのはこのラーメンというとても人々を魅了してしまうスープと麺とおかずが一緒になった食べ物のお話をさせていただきますそしてそのお話を聞いていただいたときに何かいつも自分がこう固定概念で見ていたこういうものだと思っていたものが 実は違う角度から見るとえ、そんなことになるんだこんな楽しみ方があるんだそんな風にして新しい発見を皆さんと共有できたらいいなって思っていますラーメンの種類は日本中どこにでもあります皆さんのご出身地の、えー、全然違うラーメンがありませんか北は北海道、札幌は味噌ラーメン、太麺 南の九州は細麺、豚骨こんな風にしていろんな国でいろんな味わいのラーメンが楽しまれています例えばこの高田の馬場高田の馬場だけで調べるとラーメンを出しているお店の数はどれぐらいだと思いますかどれぐらいだと思います高田の馬場だけで調べると何店舗ぐらいあるでしょうおお、200店舗よっぽどラーメンお好きですね <laughs> 92店舗ですす隣の池袋行きますかもう少し大きな町になります230店舗出てきました日本全国では3万5千軒ぐらいのラーメン屋さんがあるというふうに言われていますそして今やいろんなお店でラーメンをメニューの一部として出しているんですねその数を数えあのカウントしましたらもっともっと多くの数があるはずです3600 何でしょうこの数字先ほど僕は申し上げました3万5,000件が大体、えー、日本中にあるラーメン屋さんの総トータルの数なんですけど 3, 件これはですねしかしこの数字は同じく1年間に潰れてしまうラーメン屋の数でもあると言われています。1日に10件 新しく笑顔でオープンします。一日に十件、涙とともにクローズします。こんなに激しい競争の食べ物のビジネスがラーメンのビジネスなんです。僕が今働いている会社、一風堂という会社は福岡にあります。福岡が発祥の会社です。千九百八十五年、三十年前に産声を上げました。三十年前に福岡で 楽しまれていたラーメンというものは豚骨ラーメンです豚の骨ですね当時臭い豚さんの骨をずっと煮込むとものすごく臭いがしますその匂いがい,いっちゃねえって福岡の方たちは大喜びして召し上がるんですが知らない人からするとなんだこの匂い隣がお家だったら大変なことになりますねそして汚い汚い店の方がうまいんだよなんか文句あるか という,ようなお店がとても多かったんですねそして怖いんですだいたいラーメン屋さんの写真見ると怖いしてますね <laughs> はいいらっしゃいお部屋だってよ <laughs> こういうお店には女性は行きたがらいませんでしたラーメン好きなんだけどあまり行きたくないなってそんな時にこの我々の会社の会長なんですが川原茂美と言います 何女性が来ないの女性ラーメン好きなのにじゃあ女性が大事にされて女性が好きだなって思うようなラーメン屋さんを作ったらみんな女性来るとってそんな風にして女性に喜んでもらおうよってそういう気持ちで作ったラーメン屋さんが一風堂でしたまず味臭いっていうものを取り除こうと福岡では臭いラーメンの方が美味しいという固定概念がありました。でもそこに 臭くない手法を取り除く取り入れました。これ骨です。皆さんよりもよっぽど大きな胴回りの寸胴鍋というものの中に。え、精製したお水を入れまして、軟水にするんですね。柔らかい水にするんです。そして、豚さんの背骨あるいは頭足首、いろんなパーツごとの骨をそれぞれにですね。1番美味しいエキスが出てくるタイミングが違うんです。 そのものをそれぞれに煮込みつ、煮込みまして、十五時間ぐらいぐつぐつ煮込みます。そうすると、こんなクリーミーで、シルキーで、少し甘みのある。スープが取れるんですね。これを毎日やるんです。なんと一回目に出てくる、とてもちょっと濃いものは捨てるんですね。他のラーメン屋さんからすると、何やってんのって。いうぐらいのことを僕たちはしています。でも、骨ってすごいんですよ。硬いんです。 この硬い骨の向こう側に美味しいエキスが待っているんですね赤丸白丸ラーメンの味ではなくて色で私たちは表現をしました豚骨ラーメンだけじゃなくてですねたくさんのラーメンを作っていますチャンポンと言いますね海鮮が入っていますこれコンソメヌードルですこの真ん中にあるチャーシューこれローストビーフですねゴージャスですね お稲荷さんのように見える、ご飯のブロ、あの、ボールに見えるんですが、これフランスパンです。フランス産の小麦を、フランスのような硬いお水で、作ったパンと麺。兄弟ですね。こんなコンソメヌードルも作っています。これフランスの二つ星シェフさんと一緒に作りました。これはオーストラリアで、で出しているラーメンです。これも。チャーシューの代わりに、シュリンプが、大きなシュリンプが入っています。 カレーのラーメンもありますね黒い色をしていますラーメンなんてジャンクなものじゃないか肉が好きな早死にするやつの食いもんだろうってそういうふう人もいますがベジタリアンヌードルも作ってるんです完全に植物性のものでしか作っていません例えばこれなんかもベジタリアンヌードル、えー、こっちはですね、えっと、オーストラリアとニューヨークで、えー、召し上がります でこちらは一日限定のものだったんですがこの黒いスープはコーヒーでできています少しサワーな感じがするお酢が入ってたりビネガーがですね入ったりしてすごく実はおいしいんですよこんなふうに一つのラーメンというものでも食べられないよって思ってた方にも喜んでもらえるそんな魔力がラーメンにはあります今年の夏冷たいこんなジュレの入ったラーメンを出します一日だけです イプドはこうした4シーズンズに一回ずつ一日だけ一店舗でしか食べられないようなラーメンを作っていますクレイジーですね味が美味しいだけだと3600件の中に入っちゃうんですね潰れる方の味はいいんだけどさなんかねってそんな経験ありませんでしょうか器にもこだわっています有田焼です有田焼って通常絵が書いてあるんですねなんで有田焼を使うのか美しいから そしてタフだから温かみのある温もりがあるから一歩堂にはですね1か月1万人以上のお客さんがお見えになります多い店だと3万人1か月にです1万個3万個の器はありませんから何回も使い回しますディッシュウォッシャーの中でものすごい高熱の熱湯に洗われ重ね合わされてそれでもチップすることなく長く使い続けられるこれは 骨を煮込むのと同じぐらいの長さ16時間焼いてます皆さんお風呂に入る時の温度って41度とか夏になると39度ですよねこの有田焼は正真正面の有田焼は1300度を3時間でします IH でできないんですね火でやりますガス代がかかります原価1個2000円します百均でも買えるようなラーメン鉢が 本当のビジネスで使うとき美しさ温かさタフネスそういったものでも器でも私たちはお客さんを大事にもてなそうそんな気持ちをしていますお店座っていただくお店召し上がっていただくお店スタッフが働くお店は舞台だという概念がありますこれ大名の一号店ですね福岡ですこんなお店がありますどうでしょう皆さんがよく行くラーメンのお店こんな お店って近くにありますかそしてもちろん人ですね今海外にも出ていてこの後話しますが日本のラーメン屋さんが流行ってるなぜかっていうとですねあいらっしゃいってガラガラっと開けるとああこんにちはいらっしゃいませそんな風に温かく元気よく迎えてくれることが外国の方たちからするとわおってなるそうです 目配配配り心配りり心こういうホスピタリティおもてなしというものがご飯を食べるところでも得られるホテルではなくてもです。どううでしょうお部屋だってよって言ってる人たちと明らかに違うでしょう。だからラーメンなんてって思っているんだけど実はこここんんななとともでできちゃうってことなんですねそしてそのおいしい感じがいいでもそれ 器にこだわってるそれだけでも3,600件潰れてしまうこのハードなコンペティションの中で生き抜くのは大変なんです。商いをさせていただいている地域その地域に喜んでもらうために「いらっしゃいませ」と言って待つのではなく「ごめんくださいませ」と言って小学校の体育館にお邪魔しています。ボランティアのの食育出前事業です僕も2014 12月24年月日家族をほっぽり出して えー、クリスマスイブにですねずらーっと並ぶこんなふうにして寸胴鍋そこにお店で出しているスープを、えー、持ってきましてですねラーメンを茹でて粉から餃子を作る食べる喜び働く喜び作る喜びそういったものを子どもたちに教えています。えー、担任の先先生生でもない先生が 買い,玉いいですか?」って何回も並び直すっていうのも,もう名物になっていますこういった活動を日本でしていましたら海外に出て行きたくなりまし2008年ニューヨークに進出した時にラーメン屋じゃなくてもう一回ラーメン屋の概念をちょっと変えようよってどういうふうにしたらいいかなって考えた挙句に出てきた答えがラーメンンダイニングでした直感でやっているように聞こえるかもしれませんが実はすごい ユニリーバーや、P、G がや P&G がってているような調査をしていますラーメン屋さんが単品ビジネスだとするとラーーメンンダイニングはコススビジネスです20分で食ってさよならって言って帰っていくラーメン屋さんのビジネスモデルがこちらでは2時間もお酒を飲みおつまみを食べて最後にラーメンで締めて帰るそんな2時間のコースでゆったりと満足していただくこんなビジネスモデルをニューヨークでしています。 これ全部ポーション小さいんですね。これ野郎どもに喜んでもらいたくてこんなおしゃれにはしてません。ニューヨークの女性たちがデートであるいは接待でビジネスミーティングで使っていただけるようにレンゲにいかのあのエビのフリットを乗せてそっと口元でエレガントに召し上がれるような小さなサイズにしています。なぜか女性に来てほしいからです。ニューヨークの店内はこんな感じです。 アップビートな曲が流れながらワイングラスには日本酒が注がれていきますシンガポールソウル香港シドニーカウンターあるねああいいねラップやっぱラーメンはカウンターだよねこれバーカウンターなんですね2時間待たせますからまだかよって言ってる前にお酒でもいかがですかって言ってその都度その都度チャリンチャリンですねお腹が空いた頃に お席へご案内されておいしく料理を召し上がっていただきます台北上海クアラルンプールバンコクにマニラフィリピンですねそしてジャカルタ去年ロンドンにオープンしました去年の1月にパリでラーメンイベントをしましたラーメンって何なのってよく知らない方の方が多かったはずですそこにこの行列をご覧くださいこれラーメンに並んでるんですね ラーメンを召し上がる前におつまみとして焼き鳥やお寿司を出しました。どういうことでしょうね。下告上ですね。ラーメンなんてって言ってた人たちがお寿司を最初にラーメンの前座で食べるんですね。小さくてかわいいなんて言われながら。テーブルの上には焼酎やジャパニーズワインとしてのお酒が振る舞われます。サムゾラの下、小雨降る中こんな風に待っています。 2015年の夏今年の夏にパリにオープンさせます女性に来てほしいと思っていたその光景がパリでも生まれようとしています男性もがっつり食べてますねお箸を上手に使いながら同じように子どもたちを呼んでラーメンを作る楽しさ食べる喜びを一緒に味わっていますこれラーメンの麺を作っているんですパスタマシンでキコキコキコってやると麺線になって出てきますそれを茹でて一緒に食べるんですね 上手にできましたねいっぱいのお店があるけど結局喜んですから私たちは一人に目の前の人を喜ばせようって喜んでもらいたいっていう気持ちで今お伝えしてきたような器もお店もそして地域の人たちをも巻き込んで幸せを届けています。今日私はこの壇上でラーメンについてのお話をしました。でも これ実はラーメンだけに,は、えー、だけに当てははまるものででないです何か皆さんが新しいビジネス新しい学び新しいプロダクトを開発する新しい友達と付き合うそんな時にこういうものだって思い込んで何か、えー、見過ごしているこの見逃していることってひょっとしたらあるかもしれませんやってみたら簡単だったなとか思いのほか楽しかったなって食べてみたらうまいじゃないかって。 そういった固定概念を限界を外して違う角度から見てみたら例えばラーメンではこんな風になっていますってそんなお話をさせていただきました食べ物だけじゃなくていろんな人間関係もそうかもしれません違う角度で見てみるリニューアングルそんな,そんなスタイルをそんな目の持ち方をしてみると 面白い毎日が開けてくるんじゃないかななんて期待していますご清聴ありがとうございました